皆さんこんにちは。今回は画像調査シリーズ第6弾です。今回調査するのはある番組のキャプチャだと思われる画像です。男性が隅っこに座っているのですが、周囲に謎のモヤが映り込んでいるんです。そのモヤをよく見ると、さて、それでは早速見ていきましょう。今回、調査していくのは、この画像になります。報道特集、と書かれたテロップに、ベッドの向こうでこちらを見ている男性の画像です。彼の名前は、早杉さん。男性の方に注目すると、周囲にモヤのようなものが浮かんでいるのがお分かりいただけるでしょうか。これ、男性の左肩の方なんですが、女性の顔のように見えませんか？赤線で補足するとこんな感じです。まるで、女性が男性の肩に手を置いて微笑んでいるように見えるのは私だけでしょうか？テロップを見るとわかる通り、男性はおそらく病んでいるんですよ。顔色等を見てもそれがわかりますよね。そんな状況で、この心霊写真が撮影されたということは、私は彼自身がこの世のものではない何かに見入られているとしか思えません。この画像は、テロップを見る限りだとニュースで報道された映像だと思います。つまり、この謎のモヤは誰かがいたずらで作ったものではなく、実際にテレビで流れた可能性もあるということになります。かなり前から恐怖画像スレで貼られることが多いのですが、果たして本当に報道された画像なのでしょうか？今回はこの画像を調べていきます。さて、皆さんはこの画像をご存知でしたでしょうか？私は結構前からよく見かけていました。私が調べた限りだと、2010年にはすでにまとめサイトに掲載されていた形跡がありました。いつも流し見だけだったので、テロップをよく見ていなかったのですが、インターネット掲示板で自画自賛を繰り返す男性。ってなんかすごいですね。一旦それは置いておいて、この画像、どのニュースから切り抜いたものなのでしょうか。テロップ内に、報道特集、という文字が見えます。これ、どこかのニュースが特集を組んでいたわけではなく、TBS の報道特集という報道ドキュメンタリー番組の名前です。この番組、2008年から2010年までは報道特集ネクスト、それ以降は報道特集という名前で放送しています。先ほど申し上げた通り、この画像は2010年にはすでにネットに広まっていたので、おそらく報道特集ネクストで報道されたものだと思われます。しかし、実は2008年よりも前には JNN 報道特集という番組名でやっていたという情報もありました。1980年から2008年まではこの名前だったようで、実質報道特集は1980年から現在に至るまで続いていることになります。これだといつ頃報道されたものなのか、特定は困難になりますが、2008年の報道特集のテロップを見つけました。早杉さんのテロップと比較するとそっくりですね。なので、必ずしもそうとは言い切れませんが、やはり報道特集ネクスト時代に報道されたものなのかもしれません。この頃であれば、ネットから情報を手がかりを得ることも難しくないかもしれませんね。調べてみると、報道特集のアーカイブが見つかりました。こんな感じで、2008年から2021年まで、過去に放送された回を確認できます。しかし、すべて目を通してみたのですが、該当するような回は見つかりませんでした。ここで一つ疑問が浮かぶのですが、この画像、本当に報道されていたのでしょうか？よく見ると、報道向けの映像としては少し不可解な点があります。このテロップ、すでに早杉さんは患者として扱われております。書いてあるのはインターネット掲示板で自画自賛を繰り返す男性、これだけだと別に普通ですよね。そんな人いくらでもいます。患者としての説明テロップとして不適当だと思いますし、まるでネット掲示板を利用している人を揶揄するようにも見えます。もしかすると、
ネット民が作ったコラ画像だという説もあるのかもしれません。この線を調べてみましょう。この画像について調べてみたのですが、あまり情報が見つかりませんでした。あのテロップを見ると、話題になっていてもおかしくはないと思ったのですが残念です。しかし、5チャンネルにてこのようなレスがありました。例の画像が貼られた際に、コラ画像、だと指摘しています。根拠はないですが、一応参考情報にはなりますね。また、私のチャンネルで触れるのは珍しいですが、ガールズチャンネル、で興味深い書き込みがあります。名前が違うのとか見た、という情報です。つまり、コラ元の画像は別の名前だった可能性があります。もしかすると、実際に報道された画像を一部改変してできたのが、早すぎさん、なのかもしれません。その可能性も考え、コラ元の画像がないか探してみたのですが、残念ながら見つけることはできませんでした。ただ、個人的には、コラ画像ではないかと疑っています。前半に出した2008年の報道特集のテロップを比べてみると、微妙に異なっているんですよね。精神病患者の素顔、のところ、赤い枠線と白い文字ということで、こちらのテロップと同じデザインで比較しやすいです。報道特集のテロップ、よく見ると傾いている文字、車体、になっているのですが早杉さんは、車体になっていません。また、赤い枠線のぼかしたエフェクトも、全体にまんべんなくかかっていますが早杉さんは右下に向かって濃くなっています。一つのテロップから判断しているだけなので、あくまで参考程度にしかなりませんが報道特集のテロップ風に編集したと考えると、この微妙な違いも納得がいくかもしれません。情報をまとめると、この画像は2008年以降、報道特集ネクストで報道され一部を改変したコラ画像である可能性があります。ここで皆さんにご協力いただきたいのが、報道特集で、似たようなシーンを見たことがあるという方はコメントをお願いしたいです。2008年頃なので、もしかすると見たことがある人がいらっしゃるかもしれないと思い、今回動画にさせていただきました。何卒よろしくお願いします。以上が今回の調査報告になります。今回は綺麗に終わることができなくて申し訳ないです。この画像、シーンが変わるときに前の映像が少し残ってしまったところを撮ったのかなとも思ったのですが、やっぱり怖いっすね。